はい、どうも皆さんこんにちは、ラテです。ということで寝坊しちゃったということで、今回は唐揚げをまたね作っていきたいと思うんですけども、今回作る唐揚げはですね、まあ何かというと、まあちょっとね、ローソンだっけ、ローソンで多分出てる唐揚げくんのあのファミチキじゃない、ごめん間違った、唐揚げくんの回ってないな、チーズインカレー味作っていきたいなと思います。まあね、どうやって作るか正直わかんないんで、全てね感覚でやっていきたいなと思います。やっていきます。だよし、はい、ということで30分経ちました。はい、OK。どうなんだろう。まあね、今回はチーズインカレーということで、まあこんな形にしてます。まあね、正直やったことないし、もう完全に独学になっちゃいます。じゃあね、160度になったんで揚げていきます。よし、もう結構カリカリになってる。それじゃあね、一旦揚げていきます。よいしょ。もうね、これで完成かな。もうちょっとやっぱいくわ。ちょっと火の入りが心配なんで。よし、それじゃあね、もう良さそうなんで揚げていきましょう。おお、動いてんね。はい、こんな感じ。それじゃあね、これが揚げたやつになるんですけど、今ちょっとね置いてます。ちょっとね余熱で火入れたいなと思って、もうほったらかしにしてます。じゃあですね、カレー要素ですね、カレー要素、そして、まあ、このねスパイスたち作っていき、このスパイスたち使っていきます。カレーのスパイスのやつですね。びっくりした、シナモン入れおるかと思った、焦った。うばーし、よし、カレー粉完成。ではここに入れていきましょう。
大丈夫かなこれ。あーなんか穴開きそう。あ、穴開いた。ほいほいほい、めっちゃほいほいほい、よいしょ、よっ、味見したいと思います。じゃ、いただきます。はい、ということでね、レモンをつけてこれで完成にしたいと思います。でね、味見のね、感想なんですけど、あの最初ね、食べた時はあ、やべえチーズの香りせんわ思ってたんですけど、まあね、なんか噛めば噛むほどチーズの味がちょっとずつ匂いとかも出てきてですね、あの普通に美味しかったですね。めっちゃ良かった。でただね、ちょっとね、やっぱ粉をですね、周りにつけているというところから、あのちょっとね、粉々しいのがちょっと喉に残るっていう感じもある。まあ気にならない人にとっては最高の一品だと思いますね。ちょっとそこら辺口うるさくやってる人とかは、ちょっと気に入らないかもしれないです。じゃあ今回はこれでおしまいにしたいと思います。もしね、これ美味しそうだなと思ってくれたら、チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。まみんなもぜひ作ってみてくださいそれじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。カレーはいいぞ。